約束守る女ですからとか言って朝から何抜かす。なんかごめんね、全然夜と全く変わらない色味とあれなんだけど構図とか。さあ今日はお話し会なの一日ね。このあと、あ、そうだね、うん、合うよね。そうだからお話し会参加してくれる方はこのあとよろしく。今日はね11月、そう、あ、11月じゃない間違えた、11時15分から6部です。6部分ある。文化の日でお休みなのか。話し会参加しますよ、だってまあね、お仕事の人もいるだろうから。うーん、あー、そうなの、今日県内、あら、じゃあ12月までお話し会はしばらくそこでは会わないかな。ひーちゃんがラビットでトロ食べ、あ、今日ひーちゃんラビットしてたの、トロ食べてた、だってお寿司のやつ。いいな、朝から。私は朝から何食べたと思う今日はちょっとね、昨日はご飯炊くのやめて、あんまりそのご飯をガツガツ食べられるようなおかずが冷蔵庫になかったから、ちょっと珍しくね、スーパーに行く時間もないので、ちょっと、まあ、困った状況なんだよね。おかずがないのよ。だからそれがなくても食べられるもので、あの冷蔵庫の中にあったのがまるちゃんの焼きそばだったのね野菜もなんかストック全くなくって、今、あ、トマトはあった、トマトはもう結構多めにストックしてるっていうか、結構買ってあるから、トマトは毎朝絶対1個食べてるんだけど、丸々1個、美容のためにも健康のためにもと思って。だから割とね、もう野菜はそれで取れてるから大丈夫かなっていうふうにも思ってるんだけど、そうだから野菜も何も入っていない、あのまるちゃんの焼きそば朝から食べた珍しいよ。もうでここ2ヶ月ずっと毎朝ご飯一杯食べるようにしてたから、ついにおかずを切らしましたね。そう、焼きそばだけのやつ野菜もそう、さ、トマト以外の野菜がねちょっとないんだよね。お肉もなくて、冷凍のだったらあるんだけど、でもあれはなぎちゃんと一緒に食べるって約束してるお肉だし、その焼きそばに入れるにはちょっと違うお肉なので、はい、やめました。いやでもそうなの、具がなくてもあの焼きそばめちゃめちゃ美味しいんですよ。そうそう、トマト食べてるから OK。 そう、なぎちゃん食べちゃったって言ってたでも後で一緒にまた買いに行くので大丈夫。いろんな人と約束しっぱなしで全く実現できてないんですよ、なかなかね合わなくて。サホさんともお家で食べましょうって約束してるんだけど、ちょっと私が夜そう時間空いてる時とかがなくって、なかなかお誘いできていません。今日何時起きだった？私うん、7時半くらいに起きたかな。え、わかんない、なんかなんとかフィットネスとか毎朝来るけどやったことない、このこれについてるやつのフィットネスとかでもなんか毎日なんか負けじとお知らせ来ますね。私も負けじと何もしてない。筋トレとかね、ストレッチとかはするけど、なんかうーみたいなフィットネスはあんまりやってない朝なのにめっちゃ仕上がってる。だってもうこの時点で準備できてないとお話し会間に合わないから。で
でもいつもお話し会の時この時間にできてるよ。だからいつもよりちょっと早く起きたくらいかな、この配信のためにね。うん、外に出る準備、あともうちょっと荷物整理したら OK。 持っていくアップルパイの余裕も OK。 ただちょっと配信できるとこあるかなって言ってみて探してみるけど、でかくて食べられるかなあれ。後ろがかかるね。でもちょっと今カーテン閉めてて、そう幽霊映るかもしれないから、本当に嘘じゃなくて本当にあの人が映る可能性がありありなので、ちょっと閉めてます。そのブラウス出番多めな、あこれ、これもそうだし、ここにうるんって太めの AD がついてるのもお気に入り。そう実際今工事中なんです、いろいろ。いやそうだからあんまりね遅い時間まで、ま今はそんなないけど余裕が、遅い時間まで寝てたりするとね、カーテンは閉めてはいるんだけど、一つカーテン薄めのところがあって、ちょっとあの目が合っちゃうのであの早めに起きるようにしてます。そうそうそう、こんにちはってなっちゃうので、まあ忙しくてそれどころじゃないと思いますけどね。まあでも白のブラウスも今増やし中です、いろいろ着回しできるように。今日は一つに絞っちゃった。昨日みたいなメイクさんが言ってくれたのにはできないけど、輪郭出てるのに、あ本当？これ？あ本当に？あら、嬉しい。緊張して何話していいか、あ本当？あれ、あそんな風に見えなかった。でも多分きっとさ、話したいこと決めてただろうに、私がいつも勝手に。変な話してるからって多分話せずに終わってるでしょ。ごめんね、ちょっと今日は話し出すまでちょっと待ってみるねいる今日。いつも緊張、そうなの？いつも緊張してるんだ。楽しかったです。あもしかして昨日の学生さんかな、ビギナーって書いてあった。え来てくれたのかな、えこんな朝早くから来てくれたの、えちょっとみんな大歓迎しようよ。もしやもしやの昨日の学生さんが来てくれたかも。いらっしゃいありがとう、嬉しい。こちらこそ、私もとっても楽しかったし、いい思い出になりました先生かもしれん先生かもしれない初見さんって大歓迎、ありがとう、嬉しい、とってもありがとう。衝撃だよね、朝から配信してるんだ AKB ってって思われそう すごいですね、あのそれぞれのプレゼンの仕方が。
あ、なんかちょっとね、いやもうちょっと姿勢が悪くならないようにもここにクッション2つ入れてニュって腰痛めないようにさ、ニュってやってるからちょっとすごい肩崩れしてるんですけれど、マジ私のお顔見て元気出た、よかったこのあと何どっか行くの、お仕事頑張ってね。今すごいおはようって言った、うん、みんな来たのかな、おはよう。思えばこれが始まりだった、私のショールーム見てから。でも本当に多いかも、ショールームで好きになってくれたとか、お話し会とかでも初めて来たよっていう人に、まあ、時間があった時とかにはなんか何でしてくれたのとか聞いてみると、みんなショールーム見てたらさって、なんかどんどん好きになってきちゃったって一目惚れではないんですね見てたらなんかどんどんね、毒されましたじわじわ好きになったんだって。あ、本当だ、教えてくれてありがとう。本当だ、お城がある。お殿様を探しましょう、城の主、まあ、どこだ、殿はどこだ。でも探してる。あー、ダメだ、更新されちゃったな。わかる、みんな名前わかる、みんなよ、みんなに頼りがち。ガッチャン、ガッチャン、ガッチャン、私ガッチャンってこうやって言うの初めてじゃない、もしかして。ガッチャン、ガッチャン、ガッチャン呼び方がガッチャンだって、とのありがとう、嬉しい、朝から本当にありがとうね、嬉しいお殿様、あ、そういう感じ。あ、ナッキーと赤いゾウさんも、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、ラブだよいろんなハートをしておきましょう。これはもうやっぱ自然と出てきますよ、これはちょっとねまだわからないな。昨日写真撮るときね、女の子たちがみんなね、うんって言ってくれた。これは前に出してくれたの、多分一緒にハート作るってことで。でもこれは、でも真似して塗ったから合ってると思う。うん、顔ハート、うん、乗ってみた今時、今時、やだ、嬉しいこと言ってくれますね朝から私の顔見られて幸せだってありがとう。話し会参加してみたい、おいでよ、おいでおいでよ、てるよでもちょっと今日のは多分当日券みたいなのがきっとないので、ちょっと今日は難しいかもだけど、いいえ、こちらこそいつもありがとう。あ、もう今回の分もう全部、もう本当に全部もう無理なんだ、買えないんだ、次のシングル、え、先長っ、あーね、追加とかあるのかな、ありそうだね。電話ファン
クラブのやつ、そう電話もやってるのよ。3日連続毎日、まあ確かに毎日アイドルっていうのをこうつくのも久しぶりだね。これ買ってよかった、かわいいでしょこれ。チェックの王様って絶対なる。バーバリーかわいい、うん、バーバリー。カーキ以外の服も着る、うん、まあ割合はすごい多いけどね、クローゼットを閉めてる子多いけど。嬉しい。確かにね、カーキのイメージが強いみたい。でも言ってそんなに毎日毎日着てるわけじゃないよ、持ってはいるけど。合わせ方いい、え私も気に入ってるこれ。あでもやっぱね、黒とこのねバーバリーのこのチェックも合うなと思ったんだけど、割とね黒のブラウスとか持っていなかったから合わせられるのなくって。下はね今日はねズボン履いてるよ。こないだスカートで合わせたから今日はズボンで合わせてみようと思って。本物かって、これ本物です、ね、とってもお上品に見せてくれるよね、やっぱこのねブランド自体もそうだし。黒、いや持ってるんだけどブラウスだけね持ってないの。うん、あとスカートもある、この柄の。でもまだいつ履こうか迷ってる。確かに後ろはチェックだしね、うんチェック大好き。でもねまだ1年前に買って2年前に買ってまだ出してないっていうのはアイテムちょいちょいありますねふふ温めすぎちゃって。リュックで行くの今日？うん、今日はおバッグを持ってきます。それはいつ着るの？そのアイテムに一番合うなっていうものが自分が納得するコーディネートが完成したら着たいと思ってる。とりあえずもう他の人に買われる前に確保しときたいっていう感じで買って、それはまだ着ないで持ってる、うん、お、ひーちゃんは今ラビットで栃木のパンを紹介してるらしいよ。次はパンか、なんだその幅は。トロからの、いやもう40分になっちゃう。ジェラシートロに、あーでもこれがホタテとかだったらちょっとジェラシーを感じてたかも今日も眠くならないようにめっちゃ苦コーヒー買っていこう。今日暑いらしい。お、じゃあこれ正解だね、半袖。あ、もちろん上に羽織るものとか持ってくけど、意外とねやる会場ね長袖着てるとね、そう嘘、テレビつけたい。え
今LINE で宮本浩次さんがテレビに出てるよって LINE が来た。確かになんかツイッターで見た気がする。 Oh no、 失敗した。スタッフさんが教えてくれた LINE の通知でピローンって出てきた。今スッキリの方でしたか。そうだそうだ。さあエレカシさん、でも今日は多分エレカシでっていうより多分ソロの方で出られてるんじゃないかな。りんちゃんブロックコーヒー飲めるの？普通のなんか水出しコーヒー、薄めのやつとかは何も入れずにでごく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 飲めるんだけど、缶コーヒーとかなんかコンビニでこう入れてもらえるやつの濃さは結構チビ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 じゃないと飲めない。いやでもその分効果絶大ですよあれは。今日はスーツじゃない。え、珍しい。爪のコーヒー、うん、なんかペットボトルのやつ、ジョージアかな。豆乳好きですか。あ、それがね、最近豆乳飲むようになって、豆乳いいね。コールドプリュー、あ、それかも、それかもしれない。昨日茨城行くときマネージャーさんがスタバ買ってきてくれて、あまりたくさんカスタマイズされたみたいなのよくわかんないから、あまり行かなかった、自分からあんま行かなかったんだけど、でも昨日は結構シンプルめのやつをたくさんみんなの分買ってきてくれて、なんかなんたら豆乳がうんたらかんたらみたいなの言ってて、そう、あ、じゃあ飲んでみようかなと思って飲んでみたらすっごい美味しかった。ちょっと聞く後で、あれ何だったんだろう。自分で頼むのはよくわかんないけど、人に買ってもらったスタバは大好きです、いろんな意味を込めてわかんなくない？自分が飲みたいと思ってるものがなんていう名前なのかっていうのが難しい。あー、はい、ソイなんちゃら、ソイなんとかラテなんとかの部分がわからん。あ、ソイラテでいいのかな。ソイ、あ、そのね、ソイとラテは覚えてる。なんだろう、詳しい人いるかな。ね、ちょっとやっぱり日本人ですので、メニューとかにカタカナが多いとね、ちょっとね、何が何だかっていうところが。でぶっちゃけカップの大きさとかも大中小でお願いしたい、もうなんかいや、ラージュレギュラーとかまだいいけど、トールとかショートとか、わかるよわかるよわかるけど、そんなのもわかんないかよバカかよって思うかもしれないけど、でも実際さ頼むってなるとさ、何がなんだっけってならない？英語脳じゃないから私は。そう、あ、わかってくれる、あ、優しい人がたくさんいてよかった。何、グランデとかあるの？グランデ知らない、今初めて見たかもしれない。え、トールが一番大きいんじゃないの？いや、もっと S と M と L でいいのよ本当に。あーね、そうね、私もやっぱさね、スタバで働きたくて働いてるみたいなさ方たちじゃない、スタバで働いてるお兄さんお姉さんは。だから一番大きいやつでとか言ってもさ、あーなんとかですねってそう、自分が発したワードで返ってこないのよ。
って通るって一番ちっちゃいの？待って、衝撃なんだけど、通るって大きく、なんか大きくて長いっていうイメージあったのに、嘘、大きいじゃない。待って、また知らないワードがたくさん出てきたんだけど。うわー、またちょっと遠のいてきたこれ。そうなの？待って、可愛いって言われるのもすっごく恥ずかしい。本当に無知すぎてとても恥ずかしい気持ちになってきました。うわー、いやもうほんと一人じゃちょっと生きにくいですねこれは。本当に、ああそうなんだね。もうこれからも誰かにお願いするかもしれないね。勉強になったね。こんな朝のショールームでスタバのことについて詳しくなると思わなかった。うん、今ショック受けた。そのままでいる、そのままでいるのもちょっとまずい気がするけど。うわそんなあなたにドトールコーヒー、いやー分かりやすいよね、ドトールとかさね、ベローチェとかスモールとかないんだね。宮本さんの見たいのですが、でももうねゆっくり見ちゃうと思う。私もそろそろお家出ないといけない時間なので。ドトール好き。ドトールのあの焼肉だっけ、カルビ、お肉が入ったサンドイッチ好きあ、私ねランクアップして3位になったって、嬉しい。まあでもきっとあれですね、もう私がお話し会してる間に抜かされてしまうのでしょうけれど、やったね。ね、3位になったよ、やったね、頑張ろう嬉しい。まあ今2位まであとなんだらーって言って、とんでもない数が今見えましたけれども、嬉しいね、ありがとうみんな。あ、すごいいっぱい出てきた。110100万10万100万170、私こういう数え方しないと分かんなくて数字。179万、すごい、179だって、すごいね。いや、いいなね、時間余裕あるとね、こう細かく細かく分けてね配信できるからいいな。まあちょっとね、仕事も頑張りますよ私は。本当は安心した。あの天の位置でみんな一発で読めるのかと思ったけど、ちょっとそういうの慣れてなくて110100みたいな数え方しちゃう。ちょっとだいぶ恥ずかしいところを晒しましたね今の配信で。いろいろランキング読みますね。13位、サトト。12位、あ、ほらトントン聞こえる、工事中なのよ。12位、マリナ。11位、キムテツさん。10位、ジェリーちゃん。9位がボンちゃん。8位がブースさん。7位がガッちゃん。6位がヤスさん。5位が赤いゾウさん。4位がこれ清信さんっていう読み方だっている、清信さん。3位がナッキー。2位がミストラルくん。1位が47ロマンさんです。ありがとうございました。タン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 って、なんだろう、なんだあれだろう。今日は子供たちいないですね。いつもこの時間だいたい私のお家の玄関の前で PK やってるんですけれど、今日は寝てるみたい。学校あるのかな、それと。まあとにかく一旦今日の朝の配信終わりで、また休憩の時にやります。14時15分から。ちょっとみんなも誰かとお話ししてるかもしれないんだけど、ありがとう。じゃあまた2部の時間にお話しがある方、またね、バイバーイ。